本県で1992年に開催されたベニバナ国体秋季大会にはバルセロナ五輪の余韻が残っていた。柔道男子7 1キロ級で金メダルに輝いた選手も競技会場の山辺町を訪れている。全日本柔道連盟から表彰を受けるためだった。五輪直前のランドリーで 左膝に大けがを負い痛み止めの注射を打って挑んだ激闘からわずか2ヶ月余り小賀俊彦さんである。筆者は当時国体の柔道競技を取材していた女子4 8キロ級の銀メダリスト田村涼子さんと並び詰めかけた人に笑顔で手を振る様子が脳裏に浮かぶ。 切れ味鋭い一本背負い投げを武器に平成の三四郎と呼ばれた古賀さんが53歳の若さで亡くなった華々しい戦績を誇るが挫折もあった88年のソウル五輪は3回戦で敗退観客席で周りの人に頭を下げる両親の姿を胸に刻み 柔道を根本から見直して技の幅を広げた柔道は私の教科書だった子供たちに夢を持って挑戦することの素晴らしさを伝えていきたい引退後の著書の言葉である東京五輪の聖火リレーでは出身地の佐賀県を走る予定だった福島県を今日出発する聖火は 五輪王者の早すぎる旅立ちを痛む者となろう」。